ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでワンピョッワンパチを追いかけていけばいいんかな。出だしから噛まないでください。タンタン、だんだん畑の合間に家が並ぶすり鉢用の家。家じゃない、町。しっかり。もう最初からカミカミやん、やば。お。何これ。ちっちゃいお花屋さん？別にそういうわけじゃないんか。丘の向こうに広がる光景、見たことがないなら見るべきだし、見たことがあっても見るべきだよ。なるほど。あのね、地上絵なんだけど名前はついてないんだって。呼んではいけない名前なのかな？どういうこと？ナスカの地上絵的な感じ？てか遺跡みたいないっぱいあるよね。ターフタウン、町外れの丘で昔からの地上絵を見ることができる。地上絵を撮影したけど本物にはかなわないな。でも撮った画像で見た時の感動は蘇るし。そこのアイテムが気になる。アイテムが気になってるよ、私は。あ、あっこにおる。アイナはプラスパワーを3個見つけた。戦闘中のポケモンの攻撃を大きく上げる道具。引っ込めると元に戻る。ふんふん。あ、ずっと効くわけではないんか。こっち側とかは？く、何もなかった。あ、こっち側とかなんかありそうやん。え、顔出し看板あるんやけどなんか。お、ほらほら。リーフの石？ある特定のポケモンを進化させる不思議な石、葉っぱの模様がある。めっちゃいいやん。誰あなた。謎な石のオブジェ。作ったのは人か、はたまたポケモンか。ね、顔出し看板気になる。おじさんの言葉よりも。ここが丘の上か。あれ、地上絵。ありがとう、ワンパチ。どうも。君の考えを聞きたくてわざわざ来てもらったんだけど。何？この地上絵についてってこと？あの大きな地上絵、一体何だと思う？何ブラックナイトって。ダイマックス。あ、周りにちっちゃいポケモンみたいなのいっぱいおるけん、ダイマックスじゃない？それもあるよね。大きくなったポケモンに見えるし、ただ3000年前の人が想像豊かでも見たことのないダイマックスを描けるのかな。見たことなかった。大昔、黒い渦がガラル地方を覆い、巨大なポケモンが暴れ回った。あ、それがブラックナイトか。ブラックナイトと呼ばれた黒い渦って何なの？ダイマックスとどんな関係？知らんよ。それを調べるのが私か。おばあ様の宿題重いな。貴重な意見に感謝。お礼にリーグカードあげるね。お。え？野郎のリーグカード？なるほど。ソニアではないのか。野郎さんは草タイプのジムリーダーだからね。燃やしたり虫や飛行タイプの技でも攻撃効くよ。あとこれも。やっぱポケモンは元気でないとね。おお、元気のかけらありがとう、ニコンも。ほら、ターフスタジアムで思う存分戦いなよ。頑張ってきます。やっぱりあれですかね。ポケモンがお手伝いしてくれて地上絵ができたんですかね。そう。同じやった。見て、これちゃんと顔はめれるんかな？はめれんやん。こっちは？お？なんかめっちゃ笑われてよ、今男の子に。めっちゃ笑われるんやけど。もうちょいさ、ちゃんと、これぐらいか？超笑われる。僕ね、大きくなって看板を覗くんだ。あ、そっか、ちっちゃい方にも届かんのか、君は。地上絵を見る人が増えてきたな。まあ有名になったらそうなるよね。ターフタウンのどこかにお宝が埋まってるんだって。地図によるとお宝のヒントは、石碑を調べよ。最初は草。強いから弱いを2回追え。なんだそれ。なんだって。わからないよ。わけのわからない子供の言葉は置いといて、とりあえずはポケモンセンターへ。コマーシャルしてるの全部ローズさんの会社なんだ。うえー、世の中牛耳っとるやん、やば。独占禁止法とかないん？この世界。ターフスタジアムから逃げ出すウール。のんびり追いかける野郎さん。見慣れた光景ね。そうなんや。そろそろ地上絵を作った名産品を、ん？そろそろ地上絵を使った名産品を作るべきだろうか。地上絵ジャムとかさ。どうやって？
クッキーとかならまだわかるけどね、プリントした感じの。あ、モンスターボール買い足しとこう。はい、買いに来ました。とりあえずモンスターボールを10個ください。またね、とりあえず定期的に買い足しとかんと。プレミアボール1個おまけ、助かるよ。さあ、そしてまた街に着いたばっかりやけんね、いろいろと観光していかんと。力の根っこ、とても苦い根っこ、ポケモン1匹の HP を120だけ回復する。とても苦いとかもうね、逆にダメージ受けそうやけど、あれかな石碑。申し訳ない、エールダンの仕業で橋が汚れてね。あとちょっとで掃除が終わるから、それまで待っていてくれないか。どうせ汚れるからいいと思うよ。人が通るところやし。これじゃない？おや、石碑に文字が刻まれている。炎。あー、そういう感じ。最初は草って言ったよね。強いから弱いを2回追え。炎、あれは炎なんよね。ふんふんふん。落ちているものをしっかりと拾いながら、最初の石碑である草の石碑を探すアユナ。これは石碑なの？おー、草。あ、草や。強いから弱いを2回追う。強いから弱い。炎から草ってこと？お、元気の塊いいやん。瀕死になったポケモン1匹を元気にした上で HP を全て回復。素晴らしい。素晴らしい。でも2回追うってどういうことなんやろうな。2回同じ道通った剣ってなんか意味あるんかな。見ろ、ええな。草ジムバッチ、バッチリもらったぞ。はや。まあ、ウーリオドを使わせたら俺は最強だからな。お前もジムリーダーに勝てる。だって俺のライバルだからな。言われなくてもわかるよ、勝てるよ。てか観光する場所特になかったね。あ、まあ、地上絵があれなんか。ジムは何度でも挑めるんだな。諦めない心を試してるな。ジムリーダーのリーグカードにはいろんなエピソードが載っているぜ。そうなんや、見てみよう、リーグカード。アルバム。やろう。ないや。あ、裏にあった。農家の息子、幼い頃からポケモンたちと共に仕事をすることで、筋力、体力だけでなく、ポケモントレーナーとしての才能が磨かれた。優しい性格のためか、強くない相手には本気を出し切れないため、ジムチャレンジで最初のジムを任されている。愛用のゴム長靴は踏ん張りが効いていいらしい。本気を出し切れないためジムチャレンジで最初のジムを。なるほど。まあ、ここは突破されるであろうってみんな思っとるところってことやね。ダンデは？わずか10歳の時、ジムチャレンジ初参加にしてチャンピオンカップ優勝の快挙を成し遂げた。10歳すげえ。以来、アイボーンリザードンと公式戦含めて無敗記録を更新中。無敵のチャンピオンと呼ばれ、ポケモントレーナーの憧れの存在となっている。ただし道を覚えるのは苦手。さあ、君もレッツチャンピオンタイム。10歳から無敗？やばくない？そんなんみんななんか楽しい？全然面白くないやん。兄であるチャンピオンダンデから推薦状を渡されたポケモントレーナー。ダンデの試合を全てチェックしていると宣言。そのためトレーナーとしての力量は高いのではと関係者に噂される。ダンデによるとポテンシャルはあるが慌てやすい性格で、試合ではせっかくの知識を発揮できていないとのこと。ウルとは家の仕事をこなすパートナー。家は何？羊ってことは、まあ、あれか。牧場を経営しとるとかそういうことかな。お？ボールガイ。毎度おなじみ、僕ボールガイだぽるよ。仲良しの印に素敵なボールをあげちゃうぽる。お、いろんなところでくれるんやね。アユナはフレンドボールを手に入れた。フレンドボール。捕まえて野生ポケモンがすぐに懐いてくれるちょっと変わったボール。しかもボールの種類も変わる。フレンドボールでポケモンを捕まえると、君とすぐに仲良しな感じになるボールよ。いやはや、ボールって本当に奥が深いボールね。てか、ジムこういう感じなんや。なんか思っとった感じ全然違うね。ロビー？これは。草タイプに相性がいいのは炎タイプ。基本ですよね。一応私、あのポケモンさ、この、ここを挑むにあたって草タイプやろうなってことで、ラビフットと、マメパトを入れてきた。頑張っていこう。ジムチャレンジャーね。草バッジをもらったらあなたのことを覚えてあげる。なぜ上から。あの子もジムチャレンジ参加者なのか？
どの子のことやろ。あのトレーナー、ホップのライバルだって。私のことが噂されているのね。なるほど。なかなかガラルのニャンスが捕まらない。君、ガラルニャンス持ってたら僕のニャンスと交換しない？私、両方持ってるからいいよ。そっか、もし気が変わったら交換してね。あのトレーナー、ダンデの推薦だって。わぁ、なんか嫌な感じ、超噂される。何でも地味ミッションこなさないと、地味リーダーとは勝負できないんですよね。何をするんだろう。自分ダンスは得意だけど。ジムチャレンジ？ん？何をするの？ここ何？服？ユニフォームショップへようこそ。何かお探しでしょうか。ジムの中でこんな買い物ができるんや。なるほどね。まあ、でもユニフォームしか手に入らんっぽいけど。私は、普通の服でいいよ。おしゃれをしたいから。こっちはフレンドリーショップ？ジムの中にフレンドリーショップがあるんや。なるほど。じゃあ挑んでいきますか。ジムチャレンジャーですね。では手続きを行います。ジムチャレンジについて軽くおさらいしますね。ジムミッションをこなし、ジムリーダーに勝利して、ジムバッジを8個集めます。ジムミッションとは？ジムミッションとは、ジムリーダーに挑む前にこなす腕試しみたいなものです。ポケモンジムによっていろんなジムミッションがありますよ。いろんな？戦うだけじゃない。では、ジムチャレンジに挑戦なさいますか？あ、じゃあ挑戦します。ジムチャレンジに挑むんでしたら、ユニフォームに着替えてくださいね。ああ、なるほどね。オッケー。着替えてきました。ジムチャレンジです。あなたのベストを尽くしてください。了解。どんな感じなんやろ？楽しみ。今までのと結構仕組みが違うんかな。おー、なんかすごいフィールドみたいな、広っ、めっちゃ広っ、やばっ、人が豆粒みたいなんやけど。見ろ、人がゴミのようだ。これが、まあそりゃあんな広い建物にもなるか。羊がいっぱい。ターフタウンポケモンジムでのジムミッションは、ウールーたちを、何？あちらの牧草の塊、牧草ロールまで追い込みます。ミニゲーム的な感じなんや。へー、すごい面白いね。ちなみに私、ダンペイと申します。ダンペイさん、ゼルダに出てきた。違う。レフェリーや試合結果の報告を担当しております。それではジムミッションスタートです。あっちに追い込めばいいの、全員を。なるほどなるほど。なんかめっちゃ簡単じゃない？あー、ちょっと待って君たち。何ちょ、あっち行って、あっち。追い込んだ子たちも出てくるの？なんか思った以上に簡単だな。はい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 。オッケー。やったー！ 20 匹全員入ったよ。ん？何？まださらに先があるの？なんかワンパチがおるけど。何？あ、もしかしてワンパチから逃げ、牧羊犬ってこと？ちょっと待って、ウール。待って。あ、後の子たちはでも入ったよ。なるほど。ワンパチが来たらちょっと逃げていってしまうんやね。ちょ、待って。ほら。あっち。あ、でも、もう一回やるってことあれ。くわー。なんか人がおったよ、今そこに。あ、トレーナーはトレーナーでおるんや。ようこそ、ジムチャレンジャー。申し訳ないが、君を追い返すのが仕事なんです。あ、じゃあ、なんか、ミニゲームをこなしながらトレーナーと戦っていく感じか。ジムトレーナーのソータが勝負を仕掛けてきた。お、非面化やん。私も思ってるよ。早く進化させたいな。進化するんなら。よし、ニトロチャージ。いけい。オッケー、効果抜群。いや、ジムもなんかそういう要素があるんならね、楽しいね。さすが、ジムチャレンジャー。ポケモンとの息もぴったりだ。ありがとう、褒めてくれる。いい子だな。びっくりした、ワンパチや。なんと、ジムのトレーナーに勝つとワンパチが立ち止まり、ジムミッションが少しばかし、
少しばかし楽になるんですよ。え、マジで？あ、そういう感じなんや。しかし向こうにもワンパチがいる。じゃあちょっとこっちのトレーナーを先に倒した方がいいんかな。君のポケモン、思いっきり技を放ってスッキリしたいんじゃないか。よし、スッキリさせよう。ストレス発散。ジムトレーナーの聖夜が勝負を仕掛けてきた。ジムトレーナーの聖夜との勝負に勝った。ワンパチの代わりにワンワンを。ワンワンをってなんなの？なんかネット上でよく見かけるけど。お、そしてワンパチが。おや、ワンパチの様子が。どんな子になるんやろう。キリッとした感じになるかな。あ、かっこいい。いいやん。でも目はクリクリして可愛いね。おめでとう、ワンパチはパルスワンに進化した。え、いいかも。普通にパルスワンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。パルスワン犬ポケモン、電気を作って足に送り走りをアシスト。三日三晩休まず走れるのだ。すげえ、やば。あ、豆パトも来た来た。おや、豆パトの様子が。ここはどうなる。凛々しい感じに。おー、おー、いいやん、いいやん。おめでとう、豆パトは波頭棒に進化した。波頭棒。鳩っぽくはなくなったけどね。波頭棒のバトポケモン。空を飛ぶ速さはそこそこ。どんな遠く離れても、あるじって自分の層を覚えている。お、頭いいんやね。あ、止まってよ、ワンパチ。若者よ、柵を開け。未来を切り開け。若者、自分も若者だと思うけどね。ちょ、待って、ウールー。ウールー。はい、進んで進んで。はい、って行って。えい、こっちこっちこっち。これは一定時間とかじゃなくてずっと止まっとってくれるのかな。なんか向こうワンパチ2匹。2匹おるんやけど。また先にトレーナーを倒すべきかな。どこにおる？あ、真ん中にトレーナーおるっぽいね。ちょ待って、先に倒してくるけんそこから動かんといて。うん、で、しかしワンパチが動いていく。ちょ待って待って待って。2匹とも止まるんや。それはいい。違う違う、トレーナーと話したいんだ私。おい。じゃあそこ開いたらもうリーダーがおるってことや。どんだけだよ。トレーナーと話させて。多くのジムチャレンジャーと戦ってきたけれど、あなたたちキラリ眩しいな。ありがとう。あなたたちっていうのはもう一人はホップのことかな。連れているポケモンのことだと思います。うるー。ん、これだけかな。あ、これだけか。あ、これちゃんと20匹おる。全然なんか少なくね。こんなもんか。こんなもんなのか。待って、行って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 、はい、行って行って行って、とりあえず先にこっちの大きい塊たちをちょっと、はい、追い込んどいて。ちょ待って、あとの2匹待って。はい、ウールたち。オッケーオッケーオッケー。まあね、向こうの子たちが動き出したらあれやけど、止まっといてくれるけん。はい、追い込み成功。すごい力やね。お、なんか左右の小屋に戻ってった。えらいな。そしてジムリーダーやろう。あ、別部屋なんや。なるほど。ジムミッションクリア。リーダーに挑んでいきます。あ、なるほど。リーダーのところはすげえスタジアムなんやね。なるほど。頑張ろう。うわー、もう応援サポーターたちは全員向こう側か。緑一色やわ、怖ーい。超アウェーやん。やばくない？敵しかおらん感じ。頑張っていこう。僕のポケモンジムは初めのジムなので、次々にチャレンジャーが来るのです。ですからジムミッションも割と厳しめにしてるんですが。あ、そうやった？マジで？アイナさんはちゃんとジムミッションクリア。さすがの一言だわ。
君はポケモンへの理解がとても深いんだな。こりゃ手強い勝負になる。僕もダイマックスを使わねば。あ、事務戦はダイマックスとかそういう感じなんや。なるほど。よし、頑張ってこう。ジムリーダーの野郎が勝負を仕掛けてきた。もう、鬼面か。ダイマックスが出ることなく普通にやっつけてしまうとかいうこともあるんじゃなかろうか。ダイマックス、ガラル地方のポケモンは特定の場所で巨大化します。これをダイマックスと呼びます。ダイマックスバードが輝いた時にダイマックスボタンを押すとポケモンがダイマックスします。ダイマックス言いたいだけな感じがダイマックスできるのは3ターンです。その間ダイマックスしたポケモンは強力な技ダイマックス技を使えます。しかもダイマックス技は特別な効果を発生するようになります。効果はタイプによって変わります。ダイマックスするタイミングを見極めつつ勝利しましょう。じゃあまあとりあえず最初からダイマックスしときますか。ここで、あ、なるほど、なんかこの系は1個にまとめられるんやね。なるほどなるほど。さあここで、いいね、なんかよっしゃー、ラビフットダイマックス。おー、さあそっちはどう。ラビフットのダイバーン、これただの弱い者いじめみたいな感じになってるけどあ、やっぱりジムリーダーともなったら結構レベルは上なんやね。今レベル19って書いてた。姫か、日差しが強くなったよ。こっちに味方してるね。お、姫がレベル18、やった。私らが、いや、このまんま行くよ、私は。うおー、僕たちは粘る。農業は粘り腰なんじゃ。私らがってどんなん。あ、かわいいかわいいけど、やっつけていくよ。いろんな技使いたいね。さあダイマックスだ、根こそぎ刈り取ってやる。おーっと、巨大化する。めっちゃポケモン大事にしとる感が。おーおーおー、怖い、なんかめっちゃ怖い。あ、ちっこいまんまやったらあれやけど、どうなんやろ。アイテムでかくなったけど、いける、これで。おー、今のが大バーン。驚けよ、たまげろよ、これがダイマックスの技じゃ。大草原、全部大って近いんだね。おー、なんかキノコがいっぱい生えた。ここは今一つ、なになになに、なんか人にまで影響が及びそうな感じやけど。今の足元に草が生い茂った。え、なんか体力回復し、お互いに体力回復するの。ありがとう、なんかなんか、よし、ダイアタック。おー、すげー、地面がひび割れたわ。あー、怖い、なんかさあ次は誰だ。あ、そっか、3ターン終わった。あ、勝負に勝ったの。あれ、2匹マジで。草の力みんなしおれた。なんていう地味チャレンジャーじゃ。おー、なるほどね。あ、なんか経験値も多かったんかな、ジムリーダーやったら。君にとって実りの多いポケモン勝負だったんだな。ジムチャレンジにおいてジムリーダーに勝った証として草バッジをお渡しするんだわ。ありがとう。あれ、バッジはこれが草バッジか。なに、これ全部集めたら丸くなるってこと。レベル25までのポケモンを捕まえられるようになった。ジムバッジを8個集めるのがジムチャレンジ突破の条件。他のジムリーダーにも挑み、見事勝利を手にするんじゃ。了解、頑張るよ私。アイラさん、ジムリーダー野郎さんに勝利、本当におめでとうございます。記念にこちらの技マシーンをどうぞ。お、技マシーン10、マジカルリーフを手に入れた。
相手を追跡する不思議な葉っぱを撒き散らす。攻撃は必ず命中する。合わせて野郎さんのユニフォームをプレゼントします。もちろんレプリカですけれど。アイナは草窃盗を手に入れた。買わんでもゲットできるやん。お、来た。どうも。アイナさんにアドバイス。ジムチャレンジは挑戦する順番が決まっているんだわ。で、次はバウタウンのルリナさん。5番道路を越えていくんだな。あの人は氷？水？ただ草鉢を手に入れたならワイルドエリアに行くのもありだね。自分が連れているポケモンよりレベルが高いポケモンは捕まえるのに手こずるだろうけど、強いポケモンを仲間にできるよ。ワイルドエリアはやっぱりあっこにしかないんかな。あそこが拠点になる感じ？拠点というかまあいろいろ中心的な感じに。さあ頑張っていきますか。じゃあほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかターフタフめちゃくちゃ狭くなかった？今までのポケモンシリーズでももっとね、なんか素朴な街でももっと広いような気がするけど。